1月2日は JR 西宮で待ち合わせ、その後阪神西宮周辺でご飯食べようねということで予約してくださってて、その前に西宮恵比寿行きましょうということで西宮神社行ってきたんですけど、すごいよ。おみくじを引きましたら、なんと1番大吉やて。西宮神社みくじ第1番大吉。まこともて神を敬い祭りなば、よろずの願い叶わらざめや。人それぞれに様々な願いがあるが、真心込めて神を信じればその願い事は必ず叶うであろう。喜び方多くある。商売大きな利を得る。病気すっかり治る。なくし物見つかる。縁組相性が良い。開業移転初めて良い。方角盗難が良い。このみくじに当たる人は将来有望、開運の兆しがあります。常に神を信じて幸福を授かってくださいですって。10年ほど前におみくじ今日引いたことがあるんですね。その時からちょっとおみくじ恐怖症みたいな感じになってんねんけど、まあいろいろ引いてきました。でそんなにねいいこと書いてない気がしてたね。危機とか正気とか、まあどうでもええわっていう感じで、そこよりも書いてあるのは神様のメッセージやわっていう感じでありがたく読んでたんですね。元日に近所の地神様でおみくじを引いた時は末吉だったんですね。で町人のところに来る、驚くことありって書いてあったんで、でまさかこれ以前大吉のくせに書いてることえぐいな、何やろこれっていうのを引いたことあるんですね。で末吉なのにまだええこと書いてあるのな、不思議やなと思ってたんですね。で西宮で会ったお友達は20代前半の時にもうしょっちゅう遊んでた、で毎年お正月に会うってなってた友達なんですが、あの時からピタッと会わなくなって、で一昨年再会して、で今年お正月会いましょうよっていうことで1月2日に会って初詣に行くの再開したんですけど、なんか友達って面白いね。ピタッて会われへん時あってもあの時から再会するのね。同期の友達もそうやってんけど、喧嘩して会わへんなったとかではなくて、お互いに都合が合わない、環境が違うようになって会わない、でも会ったらもうその時のままってなれる友達がいっぱいいるから、まあ、幸せやなと思うんですけどね。まあそんなことでおみくじでテンションが上がって楽しい時を過ごして戻ってきたら、もう体力がないもんね、眠うて眠うて、って動画作ろうと一応試みたんですけど何も考えられない、眠い、それだけ、ナレーションが入れられない、声が出ないでした。でご機嫌さんの中、また胸くそ悪いニュースがありまして、産経ニュースのタイトルだけいきましょう。2019年1月2日韓国国防省が日本に謝罪要求、事実歪曲する、何抜かしてけつかんって感じで、それと産経ニュースの1月2日資産差し押さえに着手、韓国徴用工訴訟の原告団、何さらしてけつかんねんってやつですね。日韓関係悪化の一途ということで修復不可能になっていく様子がもう面白くて仕方がない私でございます。とにかくこれからも動画配信頑張っていきますが、眠気との戦いで眠気に負けた時はごめんねって感じで、よろしくお願いいたします。